クズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もうすでに目の前にあります。はい、ちょっとわかりづらいよね。はい、こちら、はい、出ました。呪術廻戦から五条悟7分の1スケールフィギュアっていうことでね、渋谷スクランブルフィギュアから出ました。はい、こちらね、結構延期が続いて今日やっと手に入りましたね。はい、いやこれ待ち遠しかったな。早速ねこれをご紹介していきたいと思います。とりあえず箱の外観をちょっとぐるっとね見て回りたいと思います。まあ、側面は至ってシンプル。はい、背面はねもう名言ですね。大丈夫、僕最強だから。はい、大丈夫、僕最強だから。でこちらもまあ普通ですね。はい、でここのねパッケージ越しだと全くわからないんで、自分自身もねちょっと箱の外から見ても分かりづらいんですよね。なのでもう早速ね出しちゃいましょう。まあ、組み立ては必要なさそうですね。はい、では開封します。はい、一応ねブリスターの状態ですね。はい、こんな感じです。はい、では早速ブリスターからも出してみましょう。はい、出しましたらね2つに分かれてましたね。はい、結局組み立てですね。まあ2パーツなんですけれども、はい、早速くっつけちゃいましょう。10秒経ったら戻っておいで。はい、いやまあ組み立てる前にねちょっとワンパーツずつ見た方が分かりやすいかなと思うんでご紹介させていただきます。はい、まず台座ですね。はい、すごい綺麗ですねこれね。クリアパーツでエフェクト、すっごいまがまがしい感じだね。すごい綺麗だねこのクリアパーツ。素晴らしい。はい、で肝心の五条先生こちら。大丈夫、僕最強だから。はい、いやこれもね凄まじいね。もうね出来が、いやかっけーの一言ですよ。もうこのね靴、ピッカピカテッカテカすっげーこれ光沢感がすごいな。このね、服のこのシワとかもねすごいですね。シャドウもちゃんと入って陰影がはっきりしてるんでかなり高級感がある感じに仕上がってますね。上半身も素晴らしい。でこの顔、やっぱフィギュアつったら顔が命でしょう。いやこれはねもうほんと4巻のね表紙ですね。めっちゃそのまんまかっけ、再現度がねめっちゃ高いですよこれ。いやすげえかっけえこの角度、めっちゃ五条してるよいやすごいなこの手とかもね、いい感じに造形がされてますね。でこのアイマスクをこう伸ばした感じ、引っ張られてる感じとかもすごいよく再現されて、でねああいう表紙だとね平面でしか表せてないんですが、これはもうほんと 3D ですよね。もう立体化だから見えない部分まで再現されてるっていうね。表紙ではわからない横の部分、反対側の部分とかね、
こういうのが見れるっていうのがこのフィギュアの強みだと思います。はい、いやすげー。髪の毛もね、これちょっとパール入ってんのかな、なんかちょっとね、綺麗な感じ。髪の毛もね、ちゃんと結構ね、造形がされてて、シャープになってますね。何よりね、やっぱこのフィギュアの特徴って言ったらね、まあ、こちらの、まあ、目の表現とか、まあ、これアイプリントなのかな、めっちゃ綺麗にできてんだよね。でやっぱ口、舌出したこの口の造形、これは半端ないね。これ以上のものが出てくるかって言ったらね、どうなんだろうね、この先ね。すっげえ再現度高いわ。なんだこのフィギュア。いや、めっちゃかっこいいわ。これほんとね、五条市にはたまらんですよ、これ。いや、ほんと待ちに待った甲斐がありましたね。やっと手に入ったぜって感じ。いや、これは素晴らしい。ぜひね、ほんとこれは手に取ってみないとわからないかもしれない。はい、じゃあ台座とねくっつけてみましょう。はい、台座にねくっつけるとこういう感じで、もう完璧、もう一本足で立ってるんですけれども、これはちょっと劣化どうなのかなとは思うんですけれども、でもまあしっかりついてるんでね、ここの差し込み口もねスッて入りましたね、硬くもなく。はい、いやこれはいい。まあ角度的にはこんぐらいかな、表紙だとね。いやこれは素晴らしいな。いやまさにね、これは今現在出ている五条フィギュアの中で最高です。はい、もうこれ以上のものはないと言っても過言ではない。いやこれはね、もうね、これ本当受注生産なんですよ。なのでもう手に入らないんですが、多分これ人気あったのかな、受注数が多かったのか分かんないんですけれども、一応再販っていう感じではないんですが、カラバリ、カラーバリエーションとして今後発売されるみたいですね。まあなんだろう、モノトーンカラーじゃないけど、別カラーバージョンで発売されることが決定したみたいです。はい、なのでね、まあ、今回買い逃した人も、まあ、普通にねオークションサイトやフリマサイトで購入してもいいし、まあ、この後出るねカラーが違うやつ、そちらを買ってもいいですし、まあ、またねこれを持ってる人もカラーバリエーションが違うやつを買って2つ並べて飾るもよしと、はい、といった感じですね。いやこれは本当ね、もう多分再販もされないと思うんですよね、受注生産なんで。なので値上がりはせど値下がりはしないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なのでね安いうちに買っといた方がいいかなと自分は思います。はい、特にねこの渋谷スクランブルフィギュア、はい、こちらのね会社から出ているフィギュアは軒並みねプレネがついています。はい、なのでねこちらの五条フィギュアも例外ではないと思います。はい、なので安く買えるうちに買っといた方がいいと思います。ということでね、最後はもちろん回転台座に乗せてね、回しながら見ていただきたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
のような光放つ繋いだ鎖解き放てば愚かな僕の積み重なる変えなぬ時間よ玉揺らの幻